皆さんこんにちは、ポッポ漁水員の高島と申します。今日は私の施術の様子を、撮っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。足のモーションテストに行きます。右の足抱え込んで動かします。この重さ覚えててください。どっちが重かったですか？左ですかね。左の方が重かったですね、はい、左の足が重かったので対角線上クロスですね、クロス上で肩の腕の付け根のところ行きます。ここの痛み痛いですか？あります痛いです。これ痛いですね、はい、コリコリ、はい、自分で足左足動かせますか？はい、その重さです。はい、大丈夫ですか？はい、はい、そしたら私がここね、肩の付け根のところね、はい、押さえます。ぐーっと押さえます。ちょっと痛いかもしれません、はい、はい、左足動かしてください。あ、軽くなってる、うん、なってますね。軽くなってるでしょ？なってます、はい、そしたらそのまま足を置いといてください、はい、この肩の腕の付け根のところ、はい、私がちょっと刺激します。そんなに強い刺激ではありません。痛気持ちがいいぐらいの刺激で、筋肉を切る感じで刺激をしていきます。それではモーションテストやります。左の足動かしてください。先ほどと重さはどうですか？軽いですね。 軽くなりましたか？軽いです。足の方がだいぶ整いましたので、次は腰と背中の動きを見てみたいと思います。腰のモーションテストに入ります。膝を立ててください。両足膝ですね、はい、そしてベッドを持ってください。これで左右に動かしてみます。どっちが重いか教えてください。右の方に倒したこの感じ、膝が開いてます。こっち倒した感じ、こっちも膝が開いてます。どっちが辛いですか？もう一回自分でやってみて。この感じ、その感じ、右の方ですかね。こっちの方が辛い、こっちの方が辛い感じがします。はい、右の方に倒れたのクロスですので左の方を見ます。ここ痛いと思います。これ痛いですよね、はい、これぐいーっと圧加えます。はい、倒してみてください。どうですか？全然いく、全然行ってます。全然 楽に行きましたか？全然完全に行ってます。まだここちょっと開いてますけど、はいはいはい、随分右の足は向こうに行くようになりましたよね、うんうんうん、はい、じゃあここ刺激します。元に戻していいですよ、はい、はい、テストします。はい、どうぞ。どうですか？おー、本当だ、全然行く、楽になったでしょ、はい、はい、そしたら、はい、コロンコロンってしてみてください。どうですか？うん、全然いけますね。さっきの詰まりがないですよね、うん、ない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 、ね、大丈夫なの？全然、うん、はい、OK です。筋肉が動かないっていうところがあると、普通はそこを直してくれる先生が多いと思うんですが、そこと原因の場所は違うっていつもおっしゃるんですよね。でそれが結構クロスした場所にあるっていうふうに、クロス弛緩法とおっしゃってるんですけど、その痛い部分とその原因となっている場所は違うっていうのはまず一つあるんですよね。で大体ここが原因だっていうふうにおっしゃるんですが、そこを触っていただくと必ず痛いんですよ。ものすごい痛いところなんですね。だ結局普段使ってない筋肉の原因のところもやっぱ押すとすごい痛いっていうのが大体分かって、そこを刺激をしてもらうとすごく簡単に首なんか真後ろに行くかっていうぐらい、もう全然角度が違うぐらい簡単に動くんですよね。先生との出会いは8年前ぐらいにですね、たまたま知り合いが首が痛い、寝違えてしまったということで、首が痛いというところに先生がいらっしゃって、で私の目の前であれっていう、本当にものの3分ぐらいで、首なのにどうしてふくらはぎっていう、そんな施術方法で治ってしまったんですね。見よう見まねでも結構、あ、
取れるんだなっていうのを自分自身でも実感していたので、先生のスキルをきちんと学ぶと、コツを覚えられるので、そのコツさえ覚えれば本当に誰でも簡単に、その筋肉のこりとかっていうのをほぐすことはできると思います。初めて受けられる方は不思議な感じで、本当に魔法使いみたいとか言われることは結構ありますけど、そうですね、そういう瞬時に全てではないですけど、瞬時に痛みが取れるというのを自分で体感できることがすごく素晴らしいところだと思います。